入っていこうというマカコ。さあどうか、うん、ここも引き込んだ。ゴドインが引き込んだ。そして一つマカコの方にアドバンテージ入りましたね。さあそして後ろに回ったゴドイン、さあどうか、バックに取れるか、バックを取れるか、どうでしょうか。ここはアドバンテージのみ。さあバックチャンスだ。ゴドイン、ゴドインが後ろから攻める。ここは入ってないですかね。入ってませんかね。どうなんでしょうか。バックどうでしょうか。まだ足が入っ てないですね。足は外側から組んでるんですが、はい、ゴドインの右足はまだ外です。ここです。組んでるんですがまだ足は外です。さあ一気に湧き上がります、ゴドイ陣営。うん、ここも落としていった。マカコが落としてハーフ。2対1でゴドイ、あるいはというところですが、2対2で。さあ中井さん、2対2のようですね。アドバンテージ2対2ですか。そしてレフェリー判定。